1で音を出します。まあ手でも足でも大丈夫です。1で音を出すために、例えば音を出しました、音が出ました、でその次の音を出すための動きがありますよね。一番頂点に来るときのタイミング、出して一番上に来るときのタイミング、その234の部分のどこでトップの音が来るか、トップの音というかトップの動きになるかっていうの分かりますか？4番。そうです。4番です。そうです。4つ目で上げる。1、2、3、4。細かく言うと、この4つ目ですね。もう本当に次叩く寸前まで、こう。じゃあ、どこで待つかというと、叩いて、だいたいスネアドラムとかでも、叩いてだいたい2センチぐらいのところ。ベタッとこうヘッドにつけるんじゃなくて、叩いてだいたい2センチぐらいのところに待つ。1、2、3、4。っていう形。これが理想です。うん。なので、1で叩くには4で上げて。1、2、3、4。っていう感じです。その感覚を少し掴んでもらいたいんですね。なぜかというと、その打楽器はすべて、上でも待って叩こうとすると、上、ここからここの距離、ここの距離で、タイミングを取らないといけないんですね。これって、手だったら上で待ってられますけど、両足一緒にドンって踏んだ時に、ドン、ドンって上で待つことってできないんですよね。腰フラフラして、もう、足が宙に両足浮いてることになるので、ボン、ボン、絶対これは無理です。どんなに訓練しても宙に浮くことはできないので、いくらすごいドラマーでも宙に浮くことは絶対できないので、1で下ろして4で上げる。1、2、3、4。っていう形ですね。なんで、この形をちょっと足も同じなんですね。足も手も同じ動きで合わせていってもらえると、すごく合わせやすくなるかなと思います。なので、これをちょっと16分音符にこう置き換えると、こういう風に16分音符、大きくこう。16分音符の1つ目で音を出したいときには、4つ目で上げる意識。4つ目でしっかりと返す。手首を返す意識っていうのを、まずは持ってもらいたいんですね。ちょっとすごい、すごく難しい話になるんですが、ただね、動きを合わせるっていうだけではなくて、じゃあどこの動きに合わせるのかっていうのをまずは理解してもらいたいので、1つ目で、まあ、拍の頭ですよね。拍の頭で叩きたい場合には、16分音符の4つ目で上げるっていうことを意識してみてください。なので、足と手も同じ動きをするっていうのはそこにあるんですね。1、2、3、4。ちょっと足今映ってないので分かりにくいと思うんですが、左手がこれが足だとすると、1、2、3、4。両方同じように動く。ですね。で、これが、例えば、手のが早かった場合、上げるのが早かった場合には、1、2、3、4。もう叩くとこは一緒でも全然違いますよね。上げるタイミングがね。それだともう手も足もバラバラになるので、結構やっぱり、僕の生徒さんでも叩いた後にこう、すぐこう上がっちゃう人多いんですね。1、2、3、1、2、3、4。左手も8ビートこう叩いててもすぐ上がっちゃう。もう、スティック同士がこう、ペコ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 こう当たってしまうっていう方は結構多いんですね。なので、同じ動きを右手も左手も足も、右足も左足も全部そうです。全部を同じ動きに合わせていくっていうことが大事になります。で、今言ったメリットとしては、上から下だけでコントロールしなくちゃいけないので、コントロールが難しいっていうのが一つですね。この、2とか3で、上げるデメリット。デメリットというか、良くないポイントですね。2とか3で上げると、コントロールができない。
まず一つ目、コントロールがなかなか難しいです。上から下で1、このスピードによって変えないといけないので、うん、なので、例えばゆっくり1、2、3、4、1っていう時と1、2、3、4、1、2、3、結局ここからここのスピードで変えないといけないので、コントロールがまず難しいです。これじゃあ、多分一生かかったって合わないと思うので、しっかりこの、上げるタイミングをちょっと見てもらえると。で、2つ目、これが、2とか3に上がると、あまり良くないポイントですね。2つ目は、アクセントがつけない、アクセントがつけられないっていうのは、もう叩いても上がってしまってるので、ここからじゃあちっちゃい音を出そう、小さい音を出そうと思うと、また下げてっていう感じになってくるんですね。なので、アクセントは上から大きく叩く音と、下から距離を、この高さでアクセントをつけるっていうのが必要になってくるので、アクセントもコントロールもできなくなります。なのでこれは早く上げてしまうとアクセントもできなくなってきます。大体この2とか3に上がってる人は、なかなかアクセントをやろうと思っても、つかないことが多いので、ここちょっと注意してもらえればと思います。で、この練習法ですね、じゃあどういうふうにすればいいかっていう練習法、今ここ例えば、4つ目で上げるっていうふうに言いましたけど、これ8分音符で叩いてます。8分音符で叩いてる、1、2、3、4、ドッチッタチッタチッタチッ、まあここで今叩いてて、この間で上げてますよね、叩いてる叩いてる間でこう上がってる感覚です。今8分音符で叩いてるので、なのでもし、これ分かりやすいですね、3拍目の頭ここに入れたい時っていうのは、右手は叩いて上がって叩いて上がってっていう感覚です。ここで上がっています。で、四分音符でここ3拍目の頭、拍の頭に入れたい時には、16分音符の4つ目で上げて1つ目で下ろせばここに入ってきます。なのでその4つ目に合わせて手も一緒に入れていけば、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4っていう形になります。だいたい右手は8分音符で叩くことが、やはりまあ、テンポにもよるんですが多いので、ここの間2拍目の8分裏で右手を叩いて、3拍目の頭でまた叩く、この間で上がってるので、この間で上げるタイミングと足を上げるタイミング、まあ、もちろんテンポにもよるんですが、テンポにもよるんですが、しっかりここを合わせてもらうことで縦の線がしっかり合ってくる。それを、組み合わせると、例えば足を使ったフィルインとかですね、タタタと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 か、そういうところでもしっかり足がコントロールできてくるので、まずはそこの足と手を合わせていくっていう形ですね。で、例えばまあ足をこの四分音符の頭だけじゃなくて、この2つ目に入れたい場合、1、2、3、4の時に1と2と3、4、2、2、3、4、ドドドドっていう風に、この16分音符の2つ目ですね、ここにこう入れたい場合ですね、こういう風に、2つ目に入れたい場合、これも、
ただずれただけなんですね。ずれただけなので、ずれただけなので、さっき、拍の頭、1に入れたいときには、4であげて、これ、まあ、前の拍ですね。前の拍の4であげて、1、2、1、1、1、1、1、1であげたので、今度は2で入れたい場合には、その前の1の部分ですね。拍の頭で、トップの1、上げて、2で落とす。難しいですよね。なので、そう、難しいと思うんですが、この動きをしっかり合わせることで必ず絶対あのリズムはすごく良くなるので、1でしっかり上げて、2で下ろす。うん、3だったら逆に2で上げて、1、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4だったら、1、2、3、4、1、2、3、4。そう。なので、よくね、四分音符とか八分音符だったら、足とかうまく入るのに、うっと、うっととか、うっと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 、16分音符でやっぱ入らない方かなり多いんですね。早くこう動かすっていう感覚ではなくて、こう上げるタイミングをただずらすだけなので、そこをちょっとイメージしてもらいたいんですね。なので、まずは、四分音符で、右手と一緒に、1、2、3、しっかりどこで上がってるかな ?1、2、3、4、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 1、2、3、
すごい単純作業なんですけど、ちょっと練習してみると、今まで、あ、ちょっと手が早く上がってたなとか、足が、あ、ちょっとバラバラだったなとか、手と足の動きがバラバラだったな。で、これは足をもし練習するんだったら、右足だけじゃなくて、両足一緒にドン、ドン、ドン、ドンって踏むと、まあ、両足を上げることによって、両足が宙に浮くので、まず3で上げることは難しいと思うんですね。例えばテンポが60、70ぐらいのテンポで、1、2、3、4ぐらいの時に、1と1、2、3、4、1、2、3、4、1、3で上げようとすると、もう腰がフラフラになってしまうと思うので、両足上げる時はもう4でしか上げられないぐらいのギリギリな形になると思うので、両足を上げてもらってちょっと練習してもらうと、少し分かりやすいかなと思います。で、手の方もしっかりと3じゃなくて4であげるっていう意識をちょっと持ってもらうと随分変わってくるのかなと思います。なんで、ちょっとね、こういう、その動きを合わせるっていうことをちょっと、一つポイントとして、手とね、足を自由にコントロールするための一つのポイント。それをやることによって、例えば16ビート、ドチッチッタチッチッドスドド、バッツドスドンバーストバッツドコツバッツドドッバッツド、足のコントロールはもうどっちに入れようが合ってくるので、右手のところに例えば16分音符の右左右左でこう叩きます。で、例えば右左タタ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 16分音符でこう叩くとしますね。その時に右手のところに足を入れたいのであれば、右手と同じ動きをすればいいんですよね。タタ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 タ、これを左手をまず抜いていくと、タタタ8分になりますよね。タタ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 タ今足を踏んでる形です。で、ちなみにこの左手のこの2つ目ウドっていう2つ目にもし上げたい場合、先ほどちょっとお話した時には1つ目で上げるっていう風な話をしましたね。っていう時には左手と同じ動きを出せば大丈夫です。例えばタタ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 1234 1234タタタタタタタ1234 1234 1234
左手と一緒に入れたい場合には左手で合わせれば大丈夫です。まずは手と一緒に足、右手に合わせるのか左手に合わせるのかしっかりイメージしてもらって、右左右左右左一緒にこうどこにでも入るように、練習、これはねちょっと時間はかかるかと思うんですが、しっかりと一個一個練習していけばすごくクオリティの高い、コントロールができるのかなと思います。でこれが自由にねこう動いてくると、右手こう16音符でドドドドドドドンドンドンドドンドド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 、いろんなところに足がもう右も左も自然にこうできてくると思うんですね。なので、どこに入れても同じようなその前の動き出しのポイント、そこをちょっと、意識してもらいたいなと思います。このね動き出しのポイントをまあ、先生もそうなんですけど、やっぱりこう出る音ばっかりがこう意識がいって、出てる音ちょっと早いよ、出てる音ちょっと遅いよとか、早い遅いとかでこうもうそこで終わってしまう先生たくさん多いんですが、そのためにはじゃあ叩いた音が早いんだったら、その前の動きがすでに早いっていうことをしっかりイメージしてもらって、しっかりねこうトレーニングしていってもらえればと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回はね、手足を自由にコントロールする、たった一つのポイントです。まあ、大きく分けるとね、たった一つのポイントなんですが、まずは動きを合わせるっていうことすごく大事です。であとはこのどこの動きを合わせていくか、結局ねドラムってねこうダンスしながらこう動きに合わせて、その先にこうドラムセット楽器があったっていう感覚で叩けると一番いいのかなと思うので、ぜひね、ゆっくりゆっくりでいいのでちょっとトライしてみてください。はい、ではね、このチャンネルが、ちょっとためになったよとかですね、この動画がねあ面白いなとか、すごく勉強になったよという方はね、ぜひね、グッドボタン、あとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。皆さんでね、こうやって、少しずつね僕も、やってきた経験知識をね少しずつこう皆さんにお伝えできればと思いますので、ぜひチャンネル登録して一緒に、スキルアップしていきましょう。でコメントの方もね、いろんなコメント、投稿していただけると嬉しいです。ぜひねまた、少しずつ盛り上げて、たくさん動画をアップしていきたいと思います。では、また次回動画でお会いしましょう。さよなら。